このトンナハビーチっていうのは去年ね、ジェットを借りて無人島まで行ったんですけど、すごい綺麗だったんですよね。それで思い出の地だったから、ちょっともう一度寄ってみたんですよ。和やかな感じで、そう癒されます。